車大好き僕のラジオ。皆さんこんばんは、クルーズソフトです。7月9日日曜日、はい、ついに100回目のラジオとなりました。皆さんいつも聞いてくださいまして本当にありがとうございます。100週欠かさずねやってついにこの日を迎えることができました。本当驚きで、聞いてくださる皆さんのおかげだと思っております。本当にありがとうございます。出だしからですね懐かしい BGM でちょっとお届けしていますけども、最初の頃はねこんな音楽でやってましたね。今の方が若干垢抜けた感じになっていますね。やっぱり一人で喋るっていうことにちょっと慣れてきたのかな、それが大きいかなと思います。さあさあ100回目ということでね、普段とは違う企画をご用意しております。今日はねラジオ番組ではあるんですけども、番組途中はね画面表示なんかもね行っていきますので、音だけじゃなくて映像の方も見ていただけたらと思います。それではねまずはいつも通りこの1週間の自動車のニュース見ていきましょう。まず簡単な、今週ねすごいいっぱいニュースあるわ、たくさんありすぎてねもう時間押しちゃいそうなんですけども、いっぱいね伝えたいことがあります。今週、手短なところで7月3日ノアボクシーエスカイア、この3兄弟ね揃ってマイナーチェンジしましたね。こちらについてはまた改めてねいろいろ解説動画も含めて出していきたいと思いますので、ノアボクシーエスカイア、マイナーチェンジしておりますというニュースです。続きましてね次ね自動運転、この絡みなんですけども、自動運転系が2件ニュースあります。まずドイツか、ドイツがねすごいね。ドイツね実は5月に道路交通法を改正したんですよ。自動運転ではレベル1からレベル5まで定義されていまして、運転者が乗るっていう前提でレベル3っていうねこう水準の自動運転がドイツではね公道走行が可能になりましたと。実はねこれはすごいんですね。今回ドイツの改正のポイントなんですけども、システムが自動運転のね車側のシステムが安全に運転できないと判断した場合は、運転者がこう遅滞なくね運転を引き受ける義務があるということを明記しているんですけども、この明記の仕方がね解釈によれば解釈次第ではね安全に運転ができる間は運転以外のことをしてもいいというふうに読みますということで、これすごいね法の改正でね、このドイツのねドブリントさん運輸省のね発言があるんですけども、さすがに運転者は寝てはダメだがチェスをするぐらいなら問題ないと、そういう法律だというふうにこう日本の、ね、国土交通省の担当者に説明したそうで、これドイツが、ね、こんな法の改正したのは、世界初なんじゃないですかね、国としてね。でこの法改正と、歩みを合わせるというんですか、歩調を合わせるようにアウディが7月11日これからですね、レベル3の機能を搭載する新型の A8 を公開して、公開する予定ですということで、この A8 のね、レベル3相当の運転ができるんでしょうけども、しばらくはね本国のドイツ仕様になるんじゃないですかね。日本ではその法律改正がされないとこのレベル3の運転機能、蓋閉じされるのか、あくまでも運転者は運転を監視する義務があると、そういうふうに義務付けるのか、そんな感じの展開となるんでしょうけども、ドイツの法改正、運転中にチェスぐらいはしてもいいと、チェスぐらいしても問題ないということは、これ相当ですよね。もはや本当に自動運転に近づいてきてるなというのを、本当にね法律面で改正かかってきてね、いよいよ現実味が帯びてきたなって感じがします。ただこれはねやっぱ日本はね出遅れ必至ですね。自動運転の実現の鍵っていうのはもう技術的には日本とか欧米とかね全く差はないと、あとは法律的にどこまで、先に先手を打てるかっていうところがキーになるのかなと思います。あともう一個自動運転系だとね、中国ですね、バイドゥって皆さんご存知ですかね。中国で言うとネットの大手、日本で言うと楽天みたいな会社をイメージしたらいいのかな。でそのバイドゥがねアポロ計画っていうのを発表しました。このアポロ計画っていうとね、当時のね、宇宙のね、宇宙開発のなんか名前と同じなんでややこしいんですけども、本当にアポロ計画って今回名付けてるんですけども、これバイドゥっていうインターネットの検索最大手のね、会社が、なんていうのかな、このいろんな企業、フォードとかダイムラー、アメリカデルファイ、あと、ドイツのコンチネンタル、あとはドイツのボッシュね、ボッシュのすごいね、部品でメーカーで有名ですよね。あとはご存知ね、自動運転で NVIDIA、あとインテル、マイクロソフトと、こういったね、もう三角企業、あと中国の自動車会社のほとんど、巻き込んで自動運転やるぞということを、大々的に発表しましたね。それがアポロ計画だというんでね、またびっくりなんですけども、これはいいと、中国も自動運転ね、積極的にやるんだなと思うんですけども、私ね、バイドゥって会社はね、
これやばい会社だと思ってるんですよ。別にこれニュースにも何も載ってないんだけどね。バイドゥっていうのはその一応中国のねインターネット最大手って言われて、あの検索の最大手って言われてますけども、記憶に、ね、ある人もいるかもしれませんが、5年ぐらいからここ5年ぐらいの間にバイドゥ製の日本語入力ソフトというのがあったんですけども、これね個人情報を垂れ流すようなプログラムがね埋め込まれててね、業界では結構騒がれたんですよね。で、まあ、そんな会社がね自動運転やると、もう大丈夫ですかこの計画はと思うんで、アポロ計画はねうまくいかないんじゃないかというふうに私は勝手に考えております。続いてテスラの情報もお伝えしちゃおうかな。テスラね、このラジオでね私何度となく叫んできましたけどもね、ついにねテスラで、ね、株大暴落しましたね。ここへ来てテスラの新型ね、あと電池がね、あの蓄電池バッテリーですよね、バッテリーの出荷がなんかこう間に合わなくて生産台数一気に下がったんですよね。そんなもんで7月5日のアメリカ市場ではテスラ株で大幅にね売られましたね。私もねテスラの株は上げすぎだと、これは売りで勝負すると言ってたんですけども、まさにそういう風になりましたね。ただ私の場合はちょっとね目をつけたのが 2,3 ヶ月前だったので、ちょっとねやるのが早すぎた、早すぎてねちょっと損を出しちゃいましたけども、まあ、こういった状況になったので私再びねテスラの株売りで、今勝負かけてますということです。テスラというとモデル3ね、これから出てくるんですけども、このね量産の EV のモデル3がこけると、次にねモデル3ベースのモデル Y が控えているので、いろいろね、一発この出荷がこけると、まあ、大幅にこけちゃうので、テスラっていうのはやっぱ夢を買ってる企業なのでね、その夢もねちょっと崩れかけちゃうのかなと、この辺がね正念場ですかねな感じがしますが、ね、基本的に私テスラを応援しているので、頑張ってほしいなと思うんですけども、読みとしてはやっぱり開発遅延というか、開発は遅延したいのかもしれないですけど、まあ量産というかね、そっちの体制すごくね今回入念にすごい調査とかしてすごいね準備をしてきたみたいなんですけども、やはり最後の最後はねバッテリーの生産が追いつかないというところで、まあなんだかんだいろいろあるのかなって感じがしてきてますね。あとこのテスラというとね電気自動車として有名ですけども、今回この1週間さ電気自動車 EV 祭りだったね、 EV に関するニュースが盛りだくさん、そのうち2つあるんだけど、ボルボ、スウェーデンですね、ボルボがなんとね全車種電動にすると、全車種 EV だと、2019年以降は全て EV かハイブリッドにしますよという宣言をしてきまして、これね有力なねこう自動車メーカー初ですよ。こんな発言してきたのは2019年以降ってもうね再来年ですよ。もう作る車は EV かハイブリッドだということで、ヨーロッパはすごいなと思ってたら、なんとねフランス、ね、若き大統領マクロン氏、俺言ってきましたね、2040年までにはガソリン車とディーゼル車の販売を国内でやめるという方針を明らかにしてきました。もちろんねこんなねガソリン車禁止なんていうのをね国を挙げて明確に打ち出したのは世界初ね、すごいね。まあもちろんこれマクロンさんのね、若き大統領マクロンさんの今週末ね G20 があるので、 G20 前のパフォーマンスの一つだと思うんですけども、それにしてもねすごい、国を挙げて2040年までにねガソリン車売らないと、トヨタ自動車でさえ2050年までにはそのなんていうかなガソリン車、化石燃料を使う車を出さないって、企業としてのこうビジョンとしてはもう打ち出してるとこあるんですけども、国家として2040年までにガソリン車は売らないと、もうやめるんだということに傾けたのは、これはすごいですよね。日本もこういうとこ真似てほしいね。だってまずさ、日本だったらもういろんな各さ自動車会社と調整してさ、2040年までだったらやめれるかなってえらい時間かけて議論してやっと公表するのにさ、フランスなんてこうだもんね。フランスはもうグループ PSA とかね、プジョー、いろいろある車会社いっぱいありますけども、そんな中でねこういうのスパーンと言ってくるのはやっぱ若き大統領のねリーダーシップかなって感じがします。さすがだなという感じがしました。で最後のニュースですけども、いつもね番組の真ん中でやっています自販連からね7月6日に社名別新車販売台数ランキング発表になりましたので、こちらのね、特集というか内容をこの枠でお伝えしたいと思います。まず乗用車ですけれども、1位がプリウス、こちら、前回から変わらず、2位が CHR、 こちらも前回から変わらず、3位がビッツ、ビッツはね前月6位からの3輪抜きで、まあ、立派でしたね。ビッツが、3位になりましたと。で4位がノートですよと、ノートが前月3位からのワンランクダウン、5位がアクア変わらず、6位がシエンタ、前月9位からの3人抜きですよと、7位がフリード、前月4位からの3ランクダウン、
8位がフィット、前月14位から、ね、6人抜き、フィット上がってきましたね。モデルチェンジしましたからね、それが入ってるかな、台数的に。あとは9位がインプレッサ、インプレッサ前月10位から1人抜きですよと。10位がカローラ、カローラ前月12位から2人抜きということで、いや本当カローラっていうのはね、本当すごいね、必ずベスト10付近にいるもんね。11位がセレナ、セレナが前月9位から2ランクダウンということで、セレナはやっぱ e パワーと搭載車待ちでしょうかね。まあちょっと下がってきちゃったかなって感じがします。以降10位のみお伝えしますと、12位ルーミー、13位ベゼル、14位ボクシー、15位タンク、16位ハリア、17位パッソ、18位ソリオ、19位デミオ、20位エクスレール、21位ベルファイア、22位がノア、23位がアルファード、24位がスイフト、25位がエスカイア、26位がクラウン、27位がステップワゴン、28位 CX5、29位シャトル、30位がトールとなっております。今回入れ替えが1個ありましたね。入れ替えがあったらフォレスターが消えて、29位にシャトルが入ってきておりますと。まあ、この辺はね、まあいいかなっていう感じがしますが、アルファードベルファイアね、アルベルの逆転現象、2ヶ月間で終了しましたね。やっぱり21位がベルファイアで、23位がアルファードということで、ベルファイアの方がね、上に来るのがなんか普通に戻ったかなって感じがします。元に戻った感じですね。で今回の発表で1月から6月ね、上半期の台数発表確定しましたので、普通車のベスト5をご紹介しておきますと、1位がプリウス、2位がノート、3位 CHR、 4位アクア、5位フリードとなっております。ノートがね、堂々の第2位ということでね、これなかなかセンスのいい2位じゃないでしょうか。だいぶね、昨年からと景色変わりましたよね。昨年なんていうのはプリウス、アクア、シエンタっていうこうね、サンバーガラスよりもよりね、なんかプリウス、ノート、CHR の方がよりね、こうバリエーション豊かな感じっていうのかな。プリウスっていうと、まあちょっとセダン的な感じな EV でしょ、PHEV、ハイブリッドですけども、ノートのコンパクトなノートがあって、 SUV の CHR が3位ということで、ね、すごくね、バリエーション豊かなベスト3かなっていうので、いいセンスな3位じゃないかな、ベスト3じゃないかなと思います。続いて軽自動車、簡単にお伝えしたいと思いますけども、軽自動車ね、あれだね、全国軽自動車協会連合会ってところがね、毎月発表してるんですけども、ここね、このページね、ホームページ新しくなりましたね。以前まではなんか素人が作ったのをこう継ぎはぎしているような感じの20年ぐらい前のね、ホームページみたいなテイストでしたけども、一気にね、可愛らしくなってね、ちょっと驚きました。まあ、そんなことさておきまして、軽自動車、1位が NBOX、 2位がミラ、3位がムーブ、4位タント、5位デイズ、6位ワゴン R、 7位スペーシア、8位アルト、9位 N ワゴン、10位ハスラーとなっております。軽自動車のね、1、6月、上半期のランキングとしまして、ベスト5、1位が NBOX、 2位がタント、3位デイズ、4位ムーブ、5位スペーシアとなっております。こちら出ましたので、6月の、ね、総合ランキング、6月との総合ランキングとしましては、1位がプリウス、2位が NBOX、 3位が CHR、 4位がミラ、5位がビッツとなっております。で今回その、ね、1月から6月、過ぎましたので、上半期の総合ランキング、こちらが見どころですかね。上半期総合ランキング、1位が NBOX 106,231台、2位がプリウス91,246台、3位がノート84,211台、4位タント、5位 CHR となっております。この1、6月のね、上半期で軽自動車が全体の総合1位になるのは3年ぶりだそうですね。で、この NBOX ですけども、2011年12月に発表されて、で結構前ですね、 NBOX ね、もうなんだかんだ6年ぐらい前なのかな、12月ね。でこの秋に初めて NBOX ってこう全面改良予定、フルモデルチェンジ予定なので、今本当 NBOX ってモデル末期なんですよ。モデル末期でありながらも上半期に10万台、10万台突破したのは NBOX だけなんですけども、モデル末期の、ね、車体で、NBOX1 位というのは、もう強さ、圧倒的な強さを感じますね。で1、6月のこの上半期でホンダ車が首位になるのは、なんと2011年の、上半期のフィット以来なんですね。なので、まあ、ホンダとしても嬉しい1位だったのかな。だから NBOX、ね、モデル末期でこんだけ強かったら、まだね、モデルチェンジしなくてもいいんじゃないかと、マイナーチェンジというかね、フェイスリフトだけで済ませてもいいんじゃないかと思いますけども、 NBOX はね、この秋にフルモデルチェンジなので、もしご購入をお考えの方は、買ってすぐね、新しいのが出ちゃうと悔しかったりするかもしれないので、まあ、逆に言うと値段もね、下がりやすいので交渉の材料にはなると思うんですけども、 NBOX を買う方はね、その辺ちょっと戦略的に考えた方がいいのかなと思います。ということで、この1週間の自動車のニュースでした。車大好き僕のラジオ、
はい、ここからはですね、いよいよ第100回目ということでスペシャル企画に行きたいと思います。で、今のとこね、ここまではね、普段と変わんないですよね。なので、いやー、なんだと、なんか違うことやるって言ったのに早くやれよという方々、お待たせいたしました。それでは早速行ってみましょう。どうぞ。皆さん、はじめまして、クルーズソフトです。第100回目ということで、初めて皆さんの前にこうやって顔を出したことになります。今までね、解説動画とかも声ばっかりで、ラジオもね、ラジオって形にこだわって一切顔出さないっていうのをね、やってきたので、ちょっとこうやって出すのに抵抗があったわけじゃないんだけども、何出すほどの顔じゃないなみたいな、そんなのがありまして、今に至ったんですけども、100回なんでね、せっかく自分がどういう人なのかっていうのを、まあ100回だけ、あとはまた来週からはまた声だけになると思うんですけども、ちょっとね、自分が出てみようかなって思いまして、今回こういう風になりました。本当に今までね、100回見ていただきまして、本当にありがとうございます。すごく嬉しいですね。だっていつもね、こんな形で収録していて、ラジオの最初の時だとね、結構こう、声がバッて出るとこう、音符っていうのはこの音のこの風圧で、マイクがガサガサってなっちゃったと思うんですけども、最近ではね、こう、ポップガードもつけて、パソコンで音取りながらっていうことで、だいぶね、音質も良くなってきたのかなと、いろいろ工夫をしています。時々ね、時間ないときは iPhone とかでね、撮っちゃうんで、ガサガサって音が入ってるかもしれないんですけども、最近ではね、そういうことなくなってきたのかなっていう感じがします。いろいろね、工夫して、なんと100回目でね、それこそ最初のときっていうのは、だってどうやってこう、組み立てるのかもよくわからなくて、フリーのね、ソフトなんかを使って作ってたんですけども、最近はそのね、有料のソフトとかを使って、綺麗にできるようになったのでね、いろいろ本当に勉強してきた100回でしたね。動画をやってて嬉しかったこと。これはですね、YouTube とかの動画って、結構なんていうのかな、こう、ね、すごい誹謗中傷を言ってくる方も中にはいるんですよ。なんかそのね、お前の声が気持ち悪いんだとかね、くちゃくちゃ喋んじゃねえみたいなことを書いてくれる人が、書く人がいるわけね。で、まあリアルにそういうのを読むと、まああまり嬉しい気持ちはしないよね。あまりその、そういうので引きずったりはしないんですけど、ああ、なんかそんなこと書く人いるんだなーって、ちょっとなんかしょんぼりだなーって気持ちが思ってると、そのね、こう、バッシングのコメントに対して、お前の方が気持ち悪いんじゃボケみたいなね、ガタガタ文句言うなら、お前がやってみろと。やりもしないくせに、文句ばっか言うなみたいなね、すごいなんとかな、僕が凹んだコメントに対して、ガツンとね、言ってくれる人とかね、いるのね。これは嬉しいね。なんかもう、すっきりしてね。どんどんその炎上させてしまったりするので、そういったこと書いてくださった方にね、ちょっとお礼を言えないのがすごく残念なんですけども、本当にそのね、こう、ね、味方してくれたコメント書いてくださった方、本当にありがとうございます。すごくね、嬉しくて、動画作る上で、とっても励みになりました。やっててよかったなって、本当に思いました。今後のクルーズチャンネル、このラジオですけども、そうですね、最近すごく経済的な情報をよくお伝えするようになったんじゃないかなって思います。それにはちょっとね、狙ってるところとか意味がありまして、新車情報とかっていうのは、割と雑誌とかでもね、月刊誌なんかにも載ってますし、車が好きな方だとね、自分の好きな車とか、月刊誌から情報を入手できるので、見たらまあわかりますよねっていうところで、皆さん個人個人で説明楽しんでもらったらいいのかなと思いまして、あとは、ライバルとは言いませんけども、同じようなね、こういう番組やってる方がいて、やっぱり新しい車の試乗とか、私その自分のその車とかは住めた人を持ってるわけじゃないので、試乗車の特集をしてね、やはり今週はこの車に乗りましたとか、ああいうことはちょっとできないので、視力的にもね、足りてないのでできないので、まあそうじゃなくてっていうところで、同じく土俵での勝負しても仕方がないので、違ったことで経済的な情報を多くしております。見てくださってる方ね、多くの方はやっぱり車が大好きで、将来的にはいい車乗りたいなと思ってる方が多いと思うんですね。で、人よりもやっぱいい車乗りたいって思った時には、やっぱり、経済的な情報ですかね。言ってみたら投資とか、自分が働いてるお給料からだと、乗れる車って限られてくるわけですよ。
自分のビジネスをね起こして起業するっていうのが一番乗りたい車に乗れる可能性が高いと思うんですけども、そればっかりできるわけじゃないので、投資ということをねやった方がよくて、どっかかったら必ず経済的な勉強をして投資をかけてそのリターンで車に乗ると、うまく経費を使ってその経費で車に乗るっていうことをしないと、いい車っていう、いい車の定義も難しいですけども、いわゆる何千万円っていう形の、超高級車とか超高級スポーツカーっていう部類にはアタックできないと思うんですね。でそういったところをアタックするためには、やはり経済的な情報っていうのは欠かせない。それを知らずにして経済的なことを全く知らないけども豊かな車に乗れますっていう人はレアケースいないと思うんですよね。なので、お金少なからする経済的なニュースですね。特に車に関するニュースっていうのは、皆さんの興味があると思うので、自然に頭の中に入ってくる機会が多いと思うので、まずは抵抗がないね、車のニュース。日本経済と、トヨタ自動車とか、日産とかね、あとは株主総会のお話ですとか、想定為替レートと、あとはこう遮るとね、エアバトックの高田の問題とかありましたけども、そういったね、あとアメリカの車の売れ行き情報とか、そういったこう世界経済を睨みつつ、そういったね、分かりやすい車に特化したね、経済情報なんかも伝えていきたいなと。そして最終的には皆さんが納得する車に乗れる機会がすごく増えたら嬉しいなって思っています。人それぞれね、置かれてる状況っていうのは全然違うわけで、すぐにやっぱりその親に買ってもらったみたいな人ももちろんいるわけで、それはそれでラッキーだなと思うんですけども、自分で納得した車っていうんですかね、買うまでが一番楽しいと思いますんで、そういったね、苦労も含めて、いい車というか、納得するね、大好きな車を手に入れて、自動車ライフ、愛車ライフを思いっきり楽しんでほしいなと、そういうふうに思っているので、この場今後はね、携帯ニュースなんかもやっぱ多く入れていきたいなと思っています。最後に一言ですね。本当に、ね、100回を迎えることができると思ってなかったので、信じられるとか信じられないとかそういう次元じゃなくて、ちょうど2年ぐらいだったね、100回毎週やってきたのと100週やってきたことになるので、ただただ驚きと、よく続けてこれたなっていうのと、徐々に聞いてくださってる方が多くてね、コメントに書いていただいたりとか、再生回数ですね、出てきて、最初はさ、1週間で4回とか5回だったのが、今で100回超えたらね、200回とか、大体一作のラジオで200回ぐらい行くんですかね、アベレージで。なので、そういった方がいらっしゃると、すごく励みになりますね。中には、夜寝るときに聞いてくださってるとか、車の移動中にかけてるんですって話を聞くと、なんだか、その人の一つの生活の、ね、一部というか、ね、スポットがはまったのは本当に嬉しくて、私自身すごいラジオが大好きでね、特に中学生の人がすごいラジオを聴いていて、ラジオっていうものが本当に大好きで、心の隙間を埋めてくれたといいますか、楽しかったんですよね、ラジオ聴いてる時間が。なのでそういう形でね、私もラジオやりたいなと思っていたので、こういう番組を始めてみて、誰かのそういう時間にスポット入ったのって本当に嬉しいので、これからもね、なんとか長い間続けていけるように頑張りたいと思いますので、皆さん引き続き見てください。よろしくお願いします。それでは、100回本当にどうもありがとうございます。クルーズソフトでした。はい、それではエンディングになります。100回目のラジオいかがでしたでしょうか。初めてね、私が登場してみたわけですけども、いろいろなね感想をお持ちになられたのではと思います。どうなんでしょうね、こうね、いろんな印象あったのかなと思いますね。T シャツがね、チェ・ゲバラで過激な思想のやつなんじゃないかと思った方もいらっしゃるかもしれませんが、あれね、ちょっと気に入ってる T シャツというかね、チェ・ゲバラのね、キューバの革命家、そういう革命的なね、やっぱ生き方したいなと、そういうわけでね、ちょっとね、来てみましたけども、いろいろね、感想あったと思いますので、ぜひね、なんかコメント欄に書いていただけたらと思います。解説動画とかでもね、自分が出たことがなかったので、ちょっとね、難しいかなと思ったんですけど、結構ね、サクッと収録できてね、楽しかったですね。このラジオのね、初回の収録の時、第1回目とかは、やっぱこう、とか、っていうね、こう、沈黙がね、とにかく怖いというか、間を持たせなきゃっていうのがあって、かなりっていうのが多くて、初めて録画して自分の声聞いた時に結構愕然とした記憶があります。
で今はって言わなくても良くなったので、これってね実はこのラジオだけじゃなくて日常の生活の中とかで、こう例えばスピーチしたりする時とかにって言わなくなったので、これはねこのラジオをやって2年、まあ、100週やってきた成果だなということで、これに関してはね本当にやってきてよかったなっていう感じがしています。このところ解説動画の方ねご無沙汰になっていますので、7月中になんとか1本、今ね作りかけのものがあるので、こちら公開できるように頑張りたいなと思っております。引き続き100回を超えても頑張っていきたいと思いますので、皆さんの応援本当によろしくお願いいたします。さあさあ明日は7月10日、7月もね中旬にね突入していくわけですけども、夏本番、札幌もねこの週末は暑かった、もう30度とか超えてるのでね、さすがに暑いですね。夏休み前ですよね、もう今月末からはねもう夏休み入ってきますし、再来週の月曜日は海の日ですか、もうギラつく夏、まあ、とかくね気持ち的にこう開放的になるのがね夏なんですけどもね、やっぱ事故とかね、まあ、事故はもちろん いろんな人が言われるのでね、事故お気をつけくださいっていうのはもちろんなんですけども、忘れ物ね、うっかりがねやっぱ夏だとねぼーっとしててうっかりが多くなるので、だから大事なものとかね忘れ物しないように、浮かれすぎにはね十分に気をつけていただきたいなと思います。私もね気をつけていきたいと思います。今週も聞いてくださいましてありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。クルーズソフトでした。